本日午後2時40分ごろ、鹿児島県屋久島沖において米軍オスプレイがレーダーロストしたとの情報に接しています。政府としては被害状況の確認を行うとともに人命の救助を最優先に当たる考えであります。まずはこの人命救助に全力を尽くす、合わせて米軍に対して事故の状況に関する事実関係の確認、これを求めてまいりたいと思います。